桂浜コース7番ホール154ヤードのショートホールとなっております。このグリーンが手前と奥の2段グリーンになってます。風が右からのアゲンスト、ここも谷の端っこなんですが、一番風の集まるホールです。大きめのクラブで行くべきですね。手前のバンカーに落としてしまうと難しくなります。右横、ピンの右横ぐらいですね。もしかしたら、右にコブがあって、それよりも左には行ってくれたんで、同じ2段目のグリーンに乗ってますんで、チャンスではあります。三枝心さんはグリーン右側ですね。コブの右側にまだ少し転がってます。93奥のカラーまで来てますが、ドロップ、障害物を受けてドロップされたんですけど、ドロップせずにやった方が良かったのかなと思いますね。少し難しい状況のアプローチしてしまいましたね。三枝さんの、バーディーパットはコブを超える距離の長いパットでしたが、2メートルぐらいショートしました。2メートルぐらいですね。ショートというか、ライン曲がりきらなくて横へ行った感じですね。しっかり打ったんで、もう曲がる前に入れるようなパッティングでしたね。よく入りました。パット残った2メートル、よく決めましたね。桂浜コース8番です。ここは景色の眺めが非常にいいコースですね。クラブハウスバックにして海が広がってますんでね。ここはもう土佐間でも一に争う景色のいいところですね。ただコースは打ち下ろしで。風の影響がすごく山の上上がってきましたんで、はっきりした風ですけど大きな強い風になりますね。左が OB、右も OB があるんですが、どちらかというと左の OB の方が警戒すべき場所ですね。狙い目はフェアウェイ右半分、右サイド。左の OB みたいですね。後道に当たった音がしましたね。続いて菊池さんのティーショットです。残るど真ん中です。大丈夫です。三枝さん打ち直しは上の段、フェアウェイど真ん中ですね。三枝さん、セカンドは距離自体はまだピンまで200ヤード近く残ってましたね。本当は花道を転がしてあげていきたかったんでしょうけど、少し左行った方がバンカー行きましたね。メンバーさん、よくコースを知っている方は右のラフの斜面を使ってグリーンへ転がし上げるっていうのが、メンバーラインって言いますけど。菊池さんのティーショットは、下の段まで行ってましたね。そうですね。しっかり250ヤードぐらいの距離を飛んでますね。残りが、グリーンエッジまで100ヤード、ピンが7ヤードだ。上り少しありますので、約110ヤード。ちょっとボールのポジションではあまり風感じないのかもしれないですけど、上空は結構吹いてますんで、そこをどう判断できるか、ただピンのオーバーをするよりは手前に止めておくべきです。手前、ベストポジションはピンの左手前。手前ですね。入ったね。入ったですね。だから打った本人はそんなにねショートした感じじゃないんでしょうけど、その辺ですよね。そこのボールの位置行く前に歩いている途中で風の判断を先してしまってた方が良かったですね。最後佐さんのバンカーショットですね。3番でこの状況で失敗してたんで、ここも一つ思い切って打ってほしいですね。三草さんバンカーから3回ですね。フェースを開いて思い切り振り抜いてる分もありますね。だから逆に下棒の下をくぐってしまってるっていうこともありますし、でもすくい上げの少しボールから離れたところへヘッドが入ってるのが原因で出ないんですよね。ボールが飛ばない。ピンが近いというのがあって、距離をどうしてもあまり強く打ちたくないっていうのがあるんでしょうけど、2回目ではしっかりそれを修正してちょうどナイスショットですよね。結局ゴルフの打つことはしっかりできるんですけど、判断ミスの方が今日は目立ちますね。ただ、菊池さん、彩香ちゃんはゴルフを真剣に始めて、競技として始めて3年、ちょっとぐらいだそうです。どれぐらい攻めてどれぐらい守ってとかいうこともはっきりさせていってあげたら、いいものは持ってる、すごい持ってると思います。飛距離についてはもう本当に女子のプロの中でもトップレベルぐらいに入っていきますんで、これは大きな武器なんで。まだ19歳ですからね。19歳、もうすぐ20歳だそうです。楽しみしかないですね。前半最後のホールです。桂浜コース9番ホールになります。グリーン手前50ヤードほどのところに池があります。ティーショットで池までが240ヤードで、左右にクスノキが2本あって、その木の前生かすのには今日の風を含めると230ヤードぐらい。でも260ヤード飛んでしまうと池がある。ドライバー持ってますね、菊池さん。感じる風がアゲンストってなるんでしょうけど、ドライバー持つというのは結構リスクはありますね。ナイスショットですね。もう風にも上手に使いながら、ベストポジションの方へ行きましたね。ここ桂浜コース9番ホールは、大会ではギャラリープラザとして、お客様のご飯を食べたり、イベント盛りだくさんのホールとして使わせていただいております。90はないですかね。三枝さんのセカンドショットはプロがおっしゃる一番いいところですかね。ほぼセンターで、残り距離がピンまで90ヤード。ピンの右手前から少しですけど下りのフックラインというのがあって、それをきっちり読みながら狙うべきなんですね。グリーン左にグリーンオンしました。ナイスショットです。菊池さんは池の手前残ってましたね。残ってましたね。よかったですね。距離は60ヤードピンまでですね。菊池さんはしっかりインパクト緩めないように打つので、やっぱりスピンが入りやすいですよね。三枝さんのが上りのスライスライン、これも見てる感じでは少し左足上がりきついので、しっかり打っていかないと届かないですよね。でカップ際に行けば行くほど傾斜はきつくなって上りなんで、はいはい、かなりしっかりとしたインパクトの音はしたんですけど、それよりもさらに上りがきつい、うんうん、まあでもよく打った方だと思います。ナイスパーですね。ナイスパーです。菊池彩香ちゃん 1m半バーディーチャンスですね。4番ホールで、はい、まあ50センチほどのパーパット外してるんですけど、うんうん、菊池さんがね、あれは僕が見てる限りはしっかり打とうという思いから少し引っ掛けたのかなっていう部分はあったんで、その後それを修正はしてきてるんで、しっかり決めてもらいたいなと思いますね。少しねこうしっかりやっぱりしっかり打たなきゃっていう意識がこうちょっと手先を動かしてしまってフェースが少しかぶって入っているような気はします、うん、今カップの右、カップの左端をかすめたんじゃないでしょうか、うん、今日はありがとうございました。第11回横浜タイヤゴルフトーナメント黒ギアレディースカップ土佐カントリーで行われます。3月9日から11日3日間来れない方もいらっしゃると思うんですよ。そんな方のためにテレビ東京系列で放送が見れます。ぜひそちらもチェックしてみてください。バイバーイ。